義務論とは哲学者であり倫理学者であるイマヌエル・カントの唱えた道徳論である。その内容は何時の心情が普遍的法則となることをその心情を通して何時が同時に意欲できるという心情に従ってのみ行為せよというもの。功利主義などを含む帰結主義とは対立する関係にある。カントは理性によって導き出される普遍的な究極の 道徳規則というものの存在を提起し、それに無条件に従うことが倫理の達成であると提唱した。義務論者によれば、我々は健康で頭が冴える、理性的な時ならば、それ自体で良いものが本当の善であり、それは良い意志であることを理解し理想するという。それ自体で良いものとは何らかの目的のための行為ではないということである。良い意志とは、 事故の心情が普遍的法則となることを、その心情を通して事故が同時に意欲できるという心情に従ってのみ行為するで表される。しかし、人間は短絡的な欲求などの様々なしがらみにより良い、意志にかなった行為ができない場合が多い。そこでこの良い意志の行為を理性的なうちに義務とし事故に強制させておくことで、良い意志の行為化に接近する。こうすることで、 短絡的欲求や気まぐれに惑わされることなく良い、意思による行為を最大限行為化できる。義務になると上記の文が命令される形となり、冒頭のものとなる。こうして良い意思は人間においては義務的な道徳規則となった。義務論をわかりやすく言えば、自分が行為したいことが、誰が、いつ、どこで、何を、なぜ、いかに行為しても文句なしと、 自分自身が意欲できる行為ならそれを道徳規則とし、その規則に従うことである。ここで気をつけることは、あくまで自分が意欲できるから規則とすること、あくまで規則だから行為すること、規則を作る場合の場合をつけるような例外条項にせず、いかなる場合でも指令されることが妥当とすることである。カントはなぜ、 義務論に従うべきのかを我々がそれを理想とするからという以外で説明できなかったこの欲求は実践理性の要請と呼ばれ、ここが哲学の限界と言ったりもしたが、現在では自己目的などとも関連づけられる。つまり義務に従うことは長期的観点で自己目的にかなうために発するというもの。これは道徳の必要性といった類の道徳の 根本的な問題のうちで扱われる。このような義務の区別がある。これらの区別はただただ事故の理性によって区別され、一般的に前者は法律家や非行為者による何らかの対処が認められる。基本的義務というものが存在する。いまいち何を規則とするかわからないものは、こういったものを理性で不変化だとおとみなして規則とすることができる。外部参考校をまた、 関ト等の義務論の著作では、人を殺さない、嘘をつくなおはじめ以下のものが見られる。なお、道徳的であることの当然の前提として、理性保持義務も考えられる。理性の範囲に最大時間あるようにせよ。義務論では、道徳規則に従うことは、自らの自由意志によって規定しなければならないとされる。これを自立という。ここで言う自由とは理性にとっての自由である。 理性以外の一切のものによって行為を規定してはならない。こうしてカントは理性的存在者の自由と尊厳を確保したのである。人格の尊重を道徳規則とすると、何時や他者の人格を単に手段としてのみ扱ってはならず、目的として扱わなければならないとなる。義務論に対する批判に抽象的義務の衝突が発生するというものがある。 この問題を解決するために提案されているのが、公理主義の利用である。公理制度を導入することで行為の具体化、妥当な義務の選択が可能となる。この時、義務論と公理主義はかなり接近する。しかし、第一に義務論では、公理制度、最大多数の最大幸福による、やむを得ない、犠牲自体は、善とされない。第二に善悪判断に関して、 功理主義は目的、結果を評価するのに対し、義務論は意思、動機を評価する。これらのため、義務論と規則功理主義とは根本的に異なる。義務論はその他の処理論にある行為の目的というものを廃し、どんな場合でも無条件で結果を考慮せず、道徳規則に従わせる。ありがとうございます。